西川チェーンの羽毛布団リフォームは、山梨県北杜市白州町にある西川提携の専用工場で行われます。南アルプスをはじめとする雄大な自然に囲まれたこの場所で羽毛布団がリフォームされます。まずお客様からお預かりした羽毛布団の管理表を作成します。一枚一枚が厳しく個別管理されるため、他のお客様からお預かりした羽毛と混ざることはありません。続いて羽毛布団から羽毛を取り出し、専用の機械に入れ、壊れた羽毛や細かなゴミを取り除きます。この工程でこれだけ多くのゴミを取り除くことができます。除塵が終わると、南アルプスの天然水で羽毛を洗浄します。この天然水は工場の地下から汲み上げており、南アルプスの雪解け水が長い年月をかけてろ過されています。洗浄に適した水で洗剤などの薬品を一切使わずに、羽毛を傷めることなく、きれいに洗い上げることができます。洗浄後、120度の熱風で乾燥し、冷却処理を施された羽毛はきれいな状態になり、本来の膨らみを取り戻します。ご指定の量になるまで新品の羽毛を加え、お選びいただいた新しい側地に羽毛を充填していきます。充填口を閉じた羽毛布団は、すべて金属探知機を通して安全性を確かめます。細心の注意を払い、検品を行った後、丁寧に梱包します。ご注文からおよそ1ヶ月後、お客様のもとにお届けします。羽毛布団でお悩みのお客様、ぜひお近くの西川チェーンのお店にお問い合わせください。